皆様ごきげんよう、チューリッププリンセスです。今日はもう出かけずにお家にいます。当時は今日お仕事でした。それで私もちょっと疲れ気味なので、もう今日は出かけずにお家で食べることにしました。明日一緒にね、気分転換できたらいいなと思います。こちら、じゃーん。鮭が4匹あったんですね。実は朝2匹焼いたんですけれども、4匹っておかしいですね。4切れですね。秋鮭の、第一宅配の4切れのを買ったんですね。なので、焼くだけ焼いておいて、2つ取っておりました。で、それを、ちゃんちゃん焼き風にしたいなと思ったんですね。なので、おかひじきっていうのがあったんですね。で、おかひじきをどうやって使おうと思ったんですけども、おかひじきと小松菜があったので、おかひじきと小松菜を炒めまして、そちらに、お味噌と、お酒とみりんとで、ちゃんちゃん焼き風の、なんか、タレのようなものを作って、で絡めて焼いた鮭を2切れ戻し入れて絡めました。なのでどんな感じになってるかわからないんですけれども、ちゃんちゃん焼き風おかひじきと小松菜ですね、上に乗っけてみました。で、今までなんかちゃんちゃん焼きを何回か作りましたよね。なんですけども、ちょっと小松菜とおかひじきで作ったのは初めてなんですけども、まあお味噌とみりんと、お酒でなんとかね、美味しくなってるんじゃないかなと思います。そしてこちら、きゅうりが1本余っておりましたので、きゅうりを切りまして、上に第一宅配の釜揚げしらすと、すりごまですね、そしてポン酢、なんて言えばいいのかな、きゅうりの、しらすきゅうりの、ごま、ポン酢、かな。あとはこちらは、なんか第一宅配で、なんか美味しいお豆腐を集めたセットみたいなのがあったんですね。なんか美味しい、なんかいろいろこう寄せ集めた、美味しいお豆腐、ちょっといいお豆腐を寄せ集めたセットですね。そちらの一つを取り出しまして、冷ややっこにしました。上にオイシックスの鰹節を乗せまして、生姜は冷凍生姜、これは金印の個包装の冷凍生姜ですね。これも第一宅配とかオイシックスで売ってると思います。こちらを、まだちょっと凍ってる感じなんですけれども、こちらを添えまして、そしてこちらは第一宅配の小梅干しですね。こちらは2粒、蜂蜜梅干しを朝食べたので、こちらは酸っぱい系の小梅にしました。これをまたいただきます。そしてもうラストのさつまいもの味噌汁ですね。もうさつまいもがなんか粉々になっています。まあでも美味しいと思います。そしてこちら朝ちょっと紹介しきれませんでした。まだ出来上がっていなかったので、紹介できていなかった人参の蒸し人参ですね。ホットクックで人参をただ蒸したものです。ぬちまわしをかけてもいいし、もうこのままでも美味しいかなって思います。なんかもう泥付きの人参だったのでね、なんか無農薬かな。第一宅配だと思うんですけどもね、泥付きのすっごい大きな立派な人参で、もうそれだけで本当にホットクックの中がいっぱいになっちゃって、もうキャベツも蒸したかったけども、人参で占領されて、人参だけになりました。でも人参はね、栄養が詰まってるのでね、勉強の歌でもね、人参はね、栄養がすごいっていうようなね、歌詞がありましたよね。人参と同じぐらいね、栄養があるみたいよ、食べなきゃっていう歌詞があったので、人参はね、食べておこうかなっていうふうに思います。こんな感じで、まあでも栄養素的にはね、満点に近いんじゃないかなと思います。根菜の人参もありますし、ね、抗酸化、さつまいものお芋もあるし、ちょっと待って。孫は優しい。またできたんじゃない？ね、孫は優しい。多分できてます。お豆、孫はま、優しいの、まは豆。お豆腐でしょ？ごまでしょ？わかめ入ってます、お味噌汁に。いや、野菜もういっぱいあります。魚あります。椎茸。
しいたけどうだったかな、入ってない。しいたけがじゃーん、じゃじゃじゃーん、たたたたーん、残念でしたね。しいたけが、きのこがありませんでしたね。こちらのちゃんちゃん焼きにね、もうしいたけね、全部使い切っちゃったんですね。こちらにしいたけがあれば、ちゃんちゃん焼きに入れてたと思うんですけれども、ないので、ね、孫は優しい、コンプリートいけませんでした。いはね、お芋があるしね。やっぱりなかなかコンプリートって大変だなって思いますけれども、まあ、でも90点かな。はい、そんな感じで、これからね、こちらをいただいても、今日はお風呂に浸かって、私はゆっくり休ませていただこうかなって思います。王子ももう本当になんかね、ちょっと疲れ切ってるのでね、あ、でも今日キャロットケーキをね、作ってくださって、本当にありがとうございました。ね、王子も私もね、すごい大喜びでした。本当に嬉しくて、なんかむしろ本当に、すごいお上手で、もう美味しそうすぎて、すごいねって言ってました。すごい上手だねって王子も本当に驚いていました。作ってくださった方、本当にありがとうございます。そしてね、私が500人いったらコスプレやりますって言っちゃったんですけども、言った途端2人減りました。それが落ち込んで私、めっちゃ落ち込んでたんですね。それでちょっと疲れが出ちゃったのかもしれないんですけども、2人登録者さんが減って、すごい落ち込んで、王子、助けてって言って、そしたら王子が大丈夫だよ、大丈夫だよって言って、慰めてもらいました。ねえ、ちょっとねえ、なかなかね、ちょっと、大きく言い過ぎちゃったかもしれないんですけども、まあ、マイペースにじわじわ、まあ、いつか続けてたらいつかきっと行くんじゃないかなって思います。ね、行くよって言ってくださって、応援してくださってる方いるので、まあ、焦らずに、ね、いつか行くだろうと、まあね、行っちゃったらね、やらなきゃいけないからね。行っちゃったらね、本当に、もうやるしかないので、まあ、ゆっくり構えてて、ね、それまでね、ゆっくり、17歳を練習しておける時間もあるしね。まあ、少しずつ私らしくマイペースにね、あんまり一喜一憂せずにやっていきたいと思います。でもね、ファンになってくださった方もね、何人か本当に、いてくださってね、ここ数日ぐらいかな、ファンですって言ってくださった方がいて、ファンになりましたって、すごい嬉しかったです。あと、いろいろね、優しいコメントもね、本当に昔からの方も最近の方もありがとうございます。励みになります。ちょっとずつ頑張ります。それではまた皆様もね、季節の変わり目なので、私もね、ちょっとアトピー女子なので、季節の変わり目ね、ちょっとアトピーが悪化しがちになっちゃったりしてね、それもあってちょっと大変なんですけれども、まあ焦らずに、すべてを受け入れて、ぼちぼちやろうと思います。皆様もね、お体に気をつけて、いたわりの、コメントも本当にありがとうございました。それではまたね、ライブとかいろいろと楽しみにしていてください。それではまた、チューリップリンセスでした。バイバーイ。